この度松山市が松山子育て防災ブックを作成しました。これは松山市が市内で活躍する女性消防団員や女性防災士と協力して制作したもので、子育て世代に向けた防災冊子です。通常の防災知識やチェック項目に加え、子どもに必要な備蓄や安全対策、また心のケアなど役立つ情報がまとめられています。過去の災害でも子育て世代の皆さんは、例えば避難所で子どもが泣き出して周りに迷惑をかけないかというようなストレスを抱えたり、それから赤ちゃんとか、まあ、小さい子が必要なミルクとかおむつといった物資に関してもなかなかすぐには届かなかったりと、まあ、困難な場面に立ち会うことが多くありました。そのために、まあ、子育て防災ブックを作って、災害が起こる前にいろいろと備えをしてほしいなという思いから、この子育てブックを作成しました。一つはこちらの冊子、松山市内で活躍する女性消防団の皆さん、それから女性防災士の皆さんと一緒に作成をさせていただきました。皆さん子育ての先輩でもあり防災の先輩でもあるので、いろいろ自分たちが経験した中で、培ってきた、まあ、アイデアだったりとか、それからこういったアドバイスみたいなものをこの冊子の中に盛り込んでいただくことができました。それから実際に松山市の子育て世代の皆さんに防災に関するアンケートを事前に行わせていただいて、そのアンケートの中から出てきた、まあ、こういうことを知りたいとか、こういうことを不安に思っているというようなところをピックアップして、その内容に冊子の中でお答えさせていただくというような工夫もさせていただきました。1万部作成しておりまして、今市役所の防災危機管理課でも配布しておりますし、と児童館とか子育て支援センターの方でも配布をしております。それから母子手帳を発行させていただいた方にお渡しするママパパセットというものがあるんですけれども、今年度からそちらの方にも一緒に入れさせていただいております。やはり災害というのはいつ起こるかわからないものなので、日頃からしっかり備えをしていくことが大事なんですけれども、ただ何もかもをいっぺんにやってしまおうとすると、自分もたくさん負担がかかりますし、家族も大変だと思いますので、この冊子を活用していただいて、今自分ができることを無理のない範囲で少しずつ取り組んでいっていただければいいなというふうに思います。